ます。ありがとうございます。今日はですね、長崎の飛島釣り公園に来ております。はい、でちなみに今日こちらでございますよ。はい。はい、ラブブルー手始めにマナーというふうに書いてありますけども、はい、釣り人の方そしてこれから釣りを始める方に釣りのねマナーとか、はい、ルールみたいなものを今回撮影させていただいております、はい、釣りをねいろいろ教えていく上で今回はですね、はい全くほぼほぼ釣りをしたことないゲストさんになるのかな、はいはい、僕とけいこちゃんのお友達が来てますので、はい、はい、じゃあどうぞこちらへ、はい、はいはいはいどうぞどうぞはい、おはようございます。おはようございます。なんて花があるんでしょう。ちょっと恥ずかしいは自己紹介していただきましょう。はい、僕のお友達のサナです。はい、サナちゃんです。よろしくお願いします。そしてケイコちゃんのお友達のアリサです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そしてケイコです。よろしくお願いします。ひびが入ったら釣り初心者ということで、まあ、今回まずですね釣りの3つの心得というものがございます、釣り場みんなのものということで、うん、釣り公園とかもそうですし漁港でもやっぱり釣りをしていいところ丸いところがありますのでそこをちゃんと調べていくと、やっぱり堤防とかあの漁港とかってやっぱり漁師さんたちの職場であるので私たちがねこうあの邪魔をしたりとか迷惑をかけてはいけないのでね、やっぱそういうことをしてるとどんどん僕らの釣り場も減っていくので、そうですね、うん、釣りをするところは大丈夫なところちゃんと調べてね、うん、行くようにしましょう。で丸に安全第一、ライフジャケット気をつけてますか。はい、はい、つけてます。大丈夫ですね。はい、皆さんつけております、はい、大丈夫でございます、はい、でこんな感じのねベストタイプもある、うん、はい、こういうねライフジャケットちゃんとつけるようにしましょう。はい、はい、1です最後3つ目、マナーを守って楽しくということ でこうやって釣り場に来るとですね、こうやってこう他の釣り人の方もねいらっしゃるので、例えばこう近すぎるとねラインが絡まったりとか目がかかったりとかするんで適度な距離をね保つようにしましょうということでございます。まあみんながね、気持ちよく釣りをするためのものでございます。今回はですね、僕がサナちゃんでケイコちゃんがアリサさんに、釣りを教えてお二人に釣っていただくという釣り対決方式でございます。二人は家やけど僕らのプレッシャーが半端ないで本当に釣りしたことないやろ。もう本当に全くの素人です。全くの素人よね。アリサさんは？私もないです。ないんだねやる気だけあります。やる気だけはと僕らで、まあ、教えながらね、はいはい、じゃあ釣っていきましょう、はい、まあ楽しくね、うん、やりましょうかね、はい、はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあサナちゃん、はい、じゃあおじさんが教えてあげる。うん、負けられんからね、勝ちましょう。勝ちましょう。ケイコちゃんサイズ対決でいいね。 OK です、サイズですね、うん、サイズで。まずは、ルアーで釣っていきますので。聞いたことはあるけど。そうよね、聞いたことあるけど見たことはないものよね。新鮮やね。釣りをね始める人がね結構増えたんだけど、釣りをさこう周りで教えてくれる人がいなかったりするわけよ。そうですよね。逆になんか一人でも始めれる気軽 なんかスポーツでもあるんだけどね。しかも一生できる。そう、一生できるのよ。何コメント準備してきてる。カチッと切って、ね、これで、ね、こうちっちゃいゴミ、はい、こういうのもちゃんとあの持って帰るようにしましょう、はい、そうマナーだね。もうだからもう最低限自分が出したゴミはもう絶対持って帰る、うんうん、ね、こうもうその辺に落ちてるゴミ、ね、全部拾って帰ることができればねそれでもあれだけど、やっぱり自分自身が出したゴミはもうやっと最低限持って帰ったらさ今より汚れることはないから、うん、まずね竿を振るときに関しては後ろにね誰もいないこと確認して、これも刺さったらえらいことやからね、マジでえらい。そう、もう口なんかかかったらえらいことやから、うん、であとはこういうのをさこう地面とか置いてたら危ないやん。そうですね、うん、こういうところ立てとくとかっていう風にしといてね。作りました、うん、はい、この糸を見てずっと見ててよ、はい、ほら今ラインが止まったの分かる。こうほらもう体温でもう沈んでから、はい、ってことは今地面についたってこと。あー、なるほど、うん、地面に落とす練習してみましょう、はい、まあ竿は脇の方にこうやって逃がしとくね、はい、はい、このベールを起こしてみて、はい、いや、あ、ほら止まったね。じゃあこれを起こして、はい、とりあえずこれが一連の流れ台だよね。流れですね、うん、あとはこれを投げてやるだけっていう感じになります。イカさん美味しいよね。イカさん最高っす。私も一番最初はイカさんからスタートでした。へぇです、です。ここをあれ、まあいいか、とりあえずここ通すのすげえ大事です。了解しました。使えるとこ使ってもらえるやろ。わーい。これ糸触ってもらっていいですか。うん、するガジガジするじゃないですか、うん、ガジガジだ。大きいのとかかかったりすると、うん、ガジガジのところでブチって切れちゃったりするので、あのラインを変えます。ちょっと待ってくださいね。マジでこうゆっくりしといてください。マジですいません、あのこれ私の準備不足っす。
ゆっくりしとってください。ゆっくりしとってこれでもこれもするのもあれじゃない、教えることなんじゃない。あ、なんですかね。あ、でも確かに、あ、そうですね。あ、こいつはね、引っ張る力の強いわけ。ピーっていうのは編み込まれた繊維だから、はい、こっちは弾力のある素材だから何かに擦れた時に強いわけよ。これはクッションリーダーって言って、ほうほう、まあ、ガチガチってなってもブチって切れないように。へー、すごい。え、何が起きた？いや、ちょっと待って、何が起きた？すみませんね。いや、勉強になる。本当ですか？うん、大丈夫、はい、慌てずに頑張ります。そうです、うさぎと亀です。よっしゃ、後で抜かすぞ。これがスナップっていうのがあるんですけど、よいしょ、はい、これがシーバス用でこいつによく使って、もう一本太いやつにこれ使うんですけど、こいつを糸の先に結びつけておくと、うん、いろんなルアーをコロコロ変えるときにクリップになってるので。なるほど、直接ルアー結んだら変えるとき糸切ってまたってしなきゃいけないかな。そうそうそう、このくるくるっていう作業をいちいちしないといけないので、うん、サナちゃんは好きなお魚とかいる？サーモン。釣れないんだな。いいぜ。せーの。上手。あ、いいいいいい。いやいや、上手っす。あ、なにか、よかったよかった。私が習ったのは魚の形したものが魚だよって泳いでるんですよ。早く巻く。その速さも遅く巻いたり、うん、逆に速く巻いてみたりっていうので誘い方を変えるっていうのがあるので。お、帰ってきた。帰ってきた。あ、なんかついてる。お土産がついてる。で、ゆっくり投げてみようか、それで。うん。ひゅって。で、タイミング離す。うん。ちょっとタイミングが悪いかもしれないね。ビュー。ちょっと待ってね。どうしようかな。どうしようかな。で、右手離さない。で、どうしようかな。2時間する？大丈夫大丈夫大丈夫。でででででで、はい、クロスしてるね、クロスしてるね。ちょっと待ってよ。大丈夫ですよ。すみませんでした。通ってます。でこうやってこうなんかね、横の人とかにこう会った時もすみませんとか、自分からも積極的に言って。わかりました。うんうん。さあ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 、コミュニケーション取るようにね。はい。もうアリサさんたちはもうこれはできてるということ、ね。できてそうですね。できてそうですね。なんか今魚が出たよ。あれ釣れたらこれぐらいあるよ多分。え、本当ですか。うん、すごい大きい。40センチぐらいあるんじゃない。なんかいるのかな、ちょっとジグ投げてみようかな。え、ちょっと本気のやつ投げましょうか。本気のやつ。最初着水してすぐにこうくるくるくるってピャーってくるくるくるピャーくるくるくるピャーってくるくるくるピャーってくる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 で大丈夫ってこと？はい、くる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 。ペアのアクションはなし、ね、ペアはなし。さなちゃん追いついたぞ。あーあーあああ、さっきより全然飛んでる、全然飛んでる。大きいのがいっぱいなんか暴れてるよ。うまいよ。よし、やる気満々だぜ。いや、お魚今あれですよ、いい感じのやつですよ。めっちゃいい。で、下を出して、下を向けて。そう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 、下を出して。あ、ちょっと本気出そう。マジで本気出そう。ちょっと待って、まだ本気出してない。あの、これもうそこに落とさないように気をつけて投げてくださいね。はい、私の超スーパー本気ワームをつけます。よし、上手なんだよな。上手っす、マジで上手。上手っすよね。嘘だろ。そう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 、下キラキラしてる。あ、ほんとだー。サナちゃん、小魚がいるよ。いいか。うん、美味しそうな。小魚釣りたいじゃないのよ。匂いによってくるんですよ。海の中って匂いあるの？今日魚嗅覚あるらしいですよ。ちょっと一回これ結構そうです。行くよ。はい。おなんか酸っぱいね。これ好きったい。そう、こういうのが好きらしいです。
これで糸止まってますね。はい、ここまで来たら、ちょっと巻いて、ちょっと浮かして、ここでちょんちょんって。釣れたら編集で私がやったみたいな。どういうことですか、ね、悪い子じゃないですか、それ。こんにちは。あ、私持ってます。マジ？はい、超助かる。女子か。持ってこない。え？ケイちゃんパンあるよ。すみません、いいですか。もうみんなアリサさんに買いなならされてるよ。助かる、ありがとう。いい？はい、よろしいですか、そんなもので。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白い。使ってしまって大丈夫です。ありがとう。ありがとうございます。すみません。それ。トータル全部おじさん。いやー気持ちいい。カゴの中入れてよ、つけて、はいはい、こうふわーって浮かして、こうふわーってその中の、なんか釣れてるの？マジかよマジかよ、もっと巻いてもっと巻いて、うわマジかよ。やったやった、出がかりしたと思ったら釣れた。マジかよ、初めて釣った。おめでとう。ありがとうございます。ナイス、荒株だね。ちっちゃいけど全然全然。おめでとう、ありがとうございます。18.5 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 18.5
スの20センチ。先越された。先越されたね。40センチで。大丈夫です。いや、で、お、さ、大。また寝がかったから。どうだ、いいっすよ、ゆっくりゆっくり。嘘ついたかもしれない。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。ね、釣れてる。釣れてるよ。やったやったやった。よしよしよし。これヒットなった。ヒットなったヒットなった。あれ、ね、釣れてる釣れてる。上手。さっきよりもサイズだもんね。ちょっとちっちゃいから、うんうん、早く逃がしてあげる。はーい。やべ、なんか来た。すごい。ヒット。ヒット。なにこれ。え？アラカブだよね。はい、あらかぶちゃんでした。やったね。やったね。すみません。すみません。私なんか釣れた。待って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 。すごい、やった。釣れました。これは3匹目。三匹目。やったね。やった。釣れたと思う。釣れた。釣れた。釣れた。ジキ。可愛いサイズです。はい、2匹目。とりあえず俺はちょっとサナちゃんに何かを釣らせなきゃいけない。いや、穴釣りポイントってねえのかな。なんか穴釣り公園とかあってもいいんだな。いやー、うん、アラカブちゃんぐらいだったらおるかもね。とりあえずサナちゃん、ちょっと1匹釣り行こうぜ。とりあえず1匹釣らしちゃけ。ちょっと待って、よし、サナちゃん行くぞ。さっきはそこをこうトントン探りながらやってたけど、今度はもう狙い撃ちします。もうちょっと置くかな。ちょっと、あ、今中に入ってきたね。そこでちょっと浮かせてあげる。これぐらい浮かせるぐらいの気持ち。そしたら、なんか当たってくるから。こないね。じゃあ次の穴行こう。その辺に落としてみようか。いいね、いいね、いいね。いないね。じゃあ次。そう。そこのそうギリギリのところに落とせたらいいな。いいね、いいね、いいね。おらんね。うんうんうん、その辺その辺。じゃあ次の穴行きます。来ません。この辺のいっぱい火があるところで、ね、いないね。困ったな。当たらんな。いなさそうです。いない、えらいこっちゃ。もう釣れないときは釣れないんだけどさ。マジこれで当たらんってなると潜りましょうか。いよいよ。やばい。いないかも、さなちゃん。いない。いないかも。こんなに穴あるのに。マジ？ちょっと待って。ちょっと待って。やばい。それはやばい。楽しみだな。どんな大物が釣れてるのか。マジ？マジ？あ、パンパンやな。マジ？釣れます。針気をつけてくださいね。ちょっと待って。よかった。ちょっと待って。
ない。これちょっと危うい。サイズ危ういよ。サイズ危ういよ。はい、アラカブちゃんでした。釣れました。やったね。やっと来たね。やっぱり大物を狙ってよかった。大物じゃないけど。いやいや、十分十分十分。ちょっとサイズ測ろう。合わせてる？本当も？合わせてるね。合わせてるよ。え、ちょっと待って、19いってんじゃん。やばい。19.5。9.5なんで、サナちゃん。やったー。やばい。やばい。楽勝だね。楽勝。楽勝。まあまだ時間があるから頑張って。頑張って。おめでとうございました。ありがとうございます。よかった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 。ね、やっと釣れた。よかった。よかった。本当。おめでとう。よかった、俺いないところで一人でこうやって。そう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 、分かった、来たの。うん、分かりました。あ、本当、うん、よかったです。ありがとうございます。よかったよかった。まだ諦めてないよ、大丈夫。でかい狙いましょう。分かりました。本当に逆転されるとは思わんかった。やっぱドラマがある、ね、見てなかったくせにドヤ顔してやがるあいつ。教えた通り。なんか一匹釣らしてあげたくて。いや、でもマジすごいすごい。スーパー粘りがちじゃないですか。僕いらんかったよ。嬉しい。嬉しいね。一生の趣味にします。今決めました。釣りができた。爆誕しました。本当ね。ケイちゃん、ケイちゃん、クリップ借りるぞ。マジかよ。俺がカメラなんかしようとしたら来る。よし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 、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい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 、釣れました。2匹目です。2匹目、アラカブちゃん。やったー。よかったよかった。よかった、もう一人で釣れるようになったよ。ねえ、うん、釣れるようになりました。ほんとすげえ。なんでだろう、急に。おめでとう。ありがとうございます。じゃあ逃がしてあげようかね。はい、はい、ありがとうございます。オッケーオッケー、もうこれで釣りできるよ。やった、師匠のおかげです。とんでもない。ありがとうございます。おめでとう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、釣り対決ありがとうございました。今回はですね、日本釣り用品工業会さんのこちらですね、はい、ラブブルということで、まあ、みんなでね、ママを守って、楽しく釣りをしましょうということでございましたけども、はいはいはい、対決の結果は、はいはい、私と、あ、シール飛んじゃう、シール飛んじゃう。対決の結果、はいはい、1センチ差で、はい、イッチ、サナちゃんチームの勝利でございます。やったやった、やったやった。ちゃんとめっちゃ頑張って最後に逆転するっていう、めっちゃ余裕ぶっこいとったもん。、うん、粘りがちやったな。うん、粘りがちやった。ねえ、お二人とも今日初めて釣りしてどうでしたか。はい、すごく無事になって楽しめました。ありがとうございます。よかったよかったよかった、はい、サナちゃんは、いや、師匠のおかげで。いや、やめとけ。することができました。あとなんか釣りの皆さん、来てる皆さんが優しくて、うん、すごいいい人たちばっかだなと。うん、ほんとね、挨拶もちゃんと返してくれるしね、うん、釣れましたかみたいな会話もいいよね。サナちゃんが言ってたけど、まあ、釣りはね、一緒の趣味になりますし、こうやってね、新しい友達ができたりとか、美味しいお魚食べれたりとか、うん、いいことがたくさんあるので、ただね、マナー守ってこう迷惑かからないようにですね、うん、みんな仲良く楽しく釣りができたらと思います。はい、ということで、アリサさん、そしてサナちゃん、うん、どうしようかな、ケイコちゃんね。うんうんうん、じゃあこの3人が釣り楽しそうだなと思ってくださった方、ぜひ、高評価を、チャンネル登録、コメント欄もよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。なんと1周スタートだ。おはようございます。おはようございます。あった、来た、ありがとうございました。いいのか、こちらからチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Okay, just kidding.